皆さん、こんにちは。歯科医地域一番人生会、Web コンサルタントの茶川です。今回のこの動画では、Google 広告の改善方法についてご案内の方をさせていただきます。広告をかけてみたんだけれども、いまいち進刊が増えた気がしないというインスタンですとか、あるいは広告をかけてみたけれども、その後どうしたらいいかわからないというインスタン こういった方って結構いらっしゃるのではないかなというふうに思います。そうした方向けにどういうふうな観点で広告を見て、そしてどういうふうにアクションを取ればいいのか、こういったことについて解説をさせていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それではまず本題に入る前に私の自己紹介をさせていただければと思うんですけども、私は基本的にはお客様先に出ることはないんですけども、ウェブマーケティング専門のコンサルタントとしまして、100以上のホームページや50以上の広告の管理をしております。Google の検索広告や Google の ディスプレイ広告の認定資格を保持しておりまして、その他、ホームページのコーディングや SU など、様々なスキルや知識を所持しております。私の動画では、こうした Web に関する様々なトピックを、歯科医経営で役立つものに厳選しまして、わかりやすく解説をしていけたらというふうに思っております。このチャンネルでは、歯科医経営に関する最新の経営ノウハウを発信しております。歯科医経営のお悩みの方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは本題に入ってまいりたいと思います。Web 広告がうまくいかない場合、3つのポイントがございます。 その3つのポイントにはそれぞれ段階がございますので、そのどこでつまずいているかというものをまずご確認いただく必要があるかと思います。それではその3つのポイントを。 確認していいいきたいと思いますまず1点目が表示がされないということです。ここでいう表示がされないというのは、広告管理画面を見たときに、表示回数という項目ですね。こちらの項目が極端に回数が少ないといったことが挙げられます。広告を設定てして本番を放置してしまっているという印象、ちょっといらっしゃるかなというふうに思うんですけども、このケースに引っかかっているケースって結構あるかというふうに思います。表示がされない原因と対策につきましては、後ほど解説をさせていただきますので、次に行きます。2点目の問題が、広告がクリックされないという問題です。広告の表示はされるんですけども、その後のクリックがされない。 そうなると当然次には続かないわけですね。こういった問題に陥っている印刷も結構いらっしゃるのではないかというふうに思います。そして3番目が、新刊につながらないという問題です。広告が表示された。そしてクリックもされた。ただなんか新刊が増えないなというイン印刊。こういったイン印刊につきましては、こちらは広告の問題ではなくて、どちらかというとホームページの問題であることが多いです。この原因と対策につきましても、後ほど説明の方をさせていただきます。以上が3つのポイントの内容となります。ここからは原因と対策について説明の方をさせていただきます。 まず1点目の表示がされない問題につきましては、一番多いのが広告の不承認です。広告が不承認になってしまった場合、まずメールでその旨の通知が来ます。そのメールの文面の中に、なぜその広告が不承認になってしまったかといった原因も書かれています。なのでそのメールを受信しましたら、まずは広告の管理画面に行って状況を確認するようにお願いをいたします。広告が不承認になってしまう場合なんですけども、これは Google のポリシーに違反してしまったというケースがほとんどです。 では、そのポリシーで何が一番多い原因なのかといいますと、医療広告ガイドラインの違反。これが特に多いですね。医さんの場合ですと。違反をしていても全ては不承認になるわけではないんですけども、重大なペナルティが発生している場合、不承認とされてしまうことがあります。対応方法としましては、まずは広告文の設定ですね。広告文の設定の中に違反しているものがないか。そしてもう一つは、その広告文の先にあるホームページ。ホームページの部分で医療広告ガイドラインに違反がないか。 というものをチェックしていただく必要があるかと思います。医療広告ガイドラインの詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。続きまして、広告が表示されない問題の2番目としましては、制限付き確保法律というステータスになってしまうということです。これは広告文のステータスの話になってくるんですけども、法律に違反してしまったがゆえに制限付きとなってしまったといった広告になります。ここで厄介なのは、先ほどの不承認と違いまして、メールでの通知が来ないんですね。メールでの通知が来ないがゆえに、なかなか気づけないという問題があったりもします。 この原因なんですけれども、こちらも先ほどと同様、軽微な医療国ガイドラインに違反していることが原因となっているケースが多いです。不承認するほど重大なペナルティではないんですけども、それでも問題ありとみなされているケースが該当します。この問題の対策も、先ほどと同様、医療国ガイドラインに則って、広告文とホームページを修正することが重要になります。よくある原因なのが、自費治療なのにそのことを記載していないケースだとか、あるいは自費治療の金額を掲載していないケース。 あるいは認定員になっている場合です、ね。認定員の資格を持っていらっしゃる委員さんの場合ですと、その認定員の資格が広告に掲載して良いかどうかといったところでペナルティを食らっているケースもあります。なのでこちらの内容を確認しましてホームページを修正いたしましたら、再度広告管理画面から申請をお願いできればと思います。続いて2番目のクリックされない問題についての解説を進めさせていただきます。クリックされない問題の原因で一番多いのが表示順位です。 表示順位が低いいいからククリックされないといった問題ですすすね。ですのでこののこ対策をするためには、表示順位を上げる必要があります。では表示順位を上げるにはどうしたらいいかということなんですけれども、キーワードとの関連性の高い広告文とホームページを作るといったことが重要になってきます。例えば、強制歯科のキーワードの場合ですと、ちゃんと強制用の広告文を作成しましょうというところですね。 そうして強制専門のページに遷移するように設定することが大切になります。ですので、一般地下の広告の中に強制というキーワードを紛れ込ませていたり、あるいは何も考えずに強制なのに、とりあえず一般ページの、あるいはトップページに飛ばしたっていう風にならないように設定の確認をお願いできればという風に思います。続きまして、クリックされない問題の2番目は、広告が内容が期待通りではないということです。 これはどういうことかと言いますと、検索する人はその回答内容ですね。その回答内容はこういうものが来るだろうというふうに期待をしていることが多いです。ただ、その期待通りの内容ではないので、スルーして他の広告をクリックしたというケースが該当します。例えば、大人ができる矯正を探している人にとって、小児歯科の内容というのは、これはまあ、いらない情報になるわけですね。 その後、当然、クリックされずにスルーされるといった形になってしまいます。ですので、この問題の対応としましては、先ほどのケースと同様、キーワードと広告文、あるいはホームページ、こういったものとの関連性を高めていくことが重要になってきます。あるいは、ターゲティングの設定、これができるのであれば、その設定をしていただくのも良いかと思います。そして、クリックされない問題の3番目が、広告文がいまいちであるということです。ご存知のように、司会員の数はコンビニの件数よりも多いというふうに言われています。これは裏を返せば、選択肢が無数にあるということです。そして、広告文がいまいちだと、あまたの選択肢の中にすね。 なので、ウェブ広告を転開する委員はどんどん増えていることもありますので、何もしないとどん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 埋もれていってしまう可能性も出てくるわけです。ですので、その中でも注目されるような広告文を作成していくといったことが重要になってきます。では、そのために何をしたらいいかと言いますと、こちらですね。世の中にはライティングの本っていうのも このように Amazon でたくさん販売されておりますので、これは読んでみて勉強してみると良いかというふうに思います。こういった本は何冊も読んでおく必要はないんですけども、一冊くらいは手元に持っておいても良いのではないかというふうに思います。そして問題の3番目にある新刊につながらない問題ですね。こちらは冒頭の部分でも簡単に説明しましたが、ホームページの問題であることがほとんどです。特に重要になってくるのはスマホの対応です。皆さんはご自身の委員のホームページをスマホでちゃんとチェックされているでしょうか なぜ私はここまでスマホを重要視しているかと言いますと、今の時代はスマホからの流入が全体の90%に当たるからです。これは私が管理している100以上のホームページの集計結果となります。多いところでは95%を超えているところもあります。 さらに言うと、全国47都道府県の全てで、スマホの所持率は75%を超えている時代になってきているのです。このように、今は検索のほとんどスマホで行われる時代です。なので、この認識を持って以降の説明を聞いていただければというふうに思います。それでは、深海につながらない問題のホームページの問題についての解説に戻ります。ここまで聞いていただければわかるかと思いますが、一番大切なのはちゃんとスマホでホームページをチェックすることです。文字の大きさは問題がないか。写真はちゃんと掲載されているか。 そしてボタンを押しやすいところに配置されているかこうした点に意識を向けながら自分のご自身のホームページを見ていただけると良いかと思いますそして進化につながらない問題の原因の2番目はこの委員を選ぶべき理由ですね例えばインプラントを例に説明しますとご自身のホームページの中にインプラントの治療方法や手順 あるいは金額だったり、入れ歯ブリッジの比較といったコンテンツだったりとか、こういったものが掲載されていることが多いかと思います。一方で、インプラントを取り扱っている委は他にもたくさんあるわけですね。その中からご自身の委員が選ばれるポイントは何かということです。先生の中にも様々な強みだったり、こだわりだったり、といったものを持っているかと思いますが、それがちゃんとホームページの中に記載されているか、落とし込まれているか、 そしてそれが伝わっているかどうか。こうした点を今一度確認してみる良いかと思います。委員によっては、ホームページは作った後そのままだよっていうケースが結構あったりすると思います。こうした思いや強みっていうのは、どん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 記載していくということを心がけてみてください。 以上が広報を改善するために必要な3つのポイントとなります。それではこの動画の最後に、検索広告の目標設定についてご案内の方させていただきます。これは何かと言いますと、ウェブ広報でよく受ける質問としまして、まあ、何を目安に、何を目標に広告って設定すればいいんですかといった質問、これをよくいただくんですね。それに対しての回答です。ただ、これにつきましては、 ま、広告の規模ですとか、地域だとか、そういったものによって結構変わってくるので、一概に言える話ではないので、あくまでちょっと目安として聞いていただけたらなというふうに思います。はい。このような目標や目安に対して、私は2点回答するようにしています。 まず1点目が1日の予算をちゃんと使い切りましょうということそして2点目はクリック率5%を目指しましょうということですこれはちゃんと広告設定をしていれば結構簡単にクリアできたりもするのでもうあくまで最低限の目標というふうに捉えておいてくださいただ広告設定がちゃんとされていないと1日の予算つまり表示回数が全くされなくて1日の予算を使い切ることができませんでしたっていうケースが発生したりだとか あるいは表示はされるんだけど、あんまりクリックされなくて、クリック率が5%に届きませんでしたっていうケース、こういったのもなとが結構起こりうるんですね。なので、先ほどご紹介しました3つのポイントのうちの1番目と2番目というものは、この2つの目標を掲げることによって、ある程度確認することができるようになっています。そして3番目の進化が来ないという問題につきましては、この2つの目標をちゃんとクリアしてから、その次の話になってくるかなというふうに思いますので、まずはこの2つの目標をですね、これをちゃんとクリアするということを目標設定に掲げてみていただければというふうに思います。 はい。今回の動画の内容は以上となります。最後になりますが、弊社の LINE 公式アカウントでは、鹿に経営にまつわる様々な情報を発信をしております。ぜひ友達登録をしていただければというふうに思います。LINE 公式アカウントに登録していただけますと、6日間の無料の経営済み、これを特典として視聴いただくことができるようになっております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ友達登録をよろしくお願いいたします。それでは、今回の動画は以上となります。ご清聴ありがとうございました。